バス釣り水中ナビ、今回ご紹介するポイントは芦ノ湖桟橋。10月天候は曇り、水温19度、水深4メートルから5メートル。木の柱で作られた桟橋と沈んだ船、そしてウィードなどストラクチャーが複合したポイントにバスはいる。朽ちた桟橋の柱が崩れて良いシェードを作り出しているところに、辺り一面に広がるウィード、そしてディープや水門も近くにあり、常に水が流れている超有料ポイントである。こうしたハイプレッシャーなポイントをどう攻略していくか、バスの水中での行動パターンをより多く知ることが超過につながります。Thank you.